皆さんこんにちは、前回か前々回でしたかね、これのねちょうど宇宙戦艦ヤマト、鉄腕アトムとこう宇宙戦艦はちょっと違うかな、これは違う作者ですね。よく似たねあったんでね、こんなんがね昔なんか映画化されてたんでね、たまたまその南春夫のサインをねその展示の方に持っていったらこんなんがあったんで、ちょっとこう思い出してきました。実はですね、前回この森口明さんのちょっと予告してましたんでね、これから入らないとちょっとダメだなと思ってね、この森口その明さんとは私がまあ報道部からマスコミの仕事をして、報道部の仕事を放送記者からテレビディレクターになって、テレビの制作部、そこからスポーツの担当になり、さらにテレビ編成の進行ですね、それから運行とか APC ですね、コンピューターの操作をしたりですね、ナイターのリレーナイターとかですね、まあ、そういう担当した後で、ラジオの方へ行けということでね、ラジオのディレクターへ、誰もやったことないのにね、そのできるんですかねって、どんなテレビのディレクターやってるやったらラジオは簡単や言われてね、まあ簡単といえば簡単なんですけど、でこの朝のですね、朝一番の生放送、森口明のフレッシュモーニングをやれっていうことでね、で週に3日かな4日かな、まあ準備期間もあるんで、まあサブで出たりもしてますからね、ほとんどもう朝会社に7時前にはもう着かないかんということですね、もう家をまあ6時過ぎに出るということで、電車も何も走ってませんので、もうタクシーが迎えに来るというそういう生活 でそれでまあ7時に出勤だから、その8時間勤務で、まあ15時頃にで8時間なりますわな。で帰れるかなと、なかなか帰れませんわ。今安倍首相ね、時間外するなって言ってるやったらね、もう気楽でよかったんですけどね、当時はそんな話なかったね、普通のまあ少なくとも午後の7時8時ぐらいまで、仕事してましたね。でだから何時間やってるんですかね、もう時間外の方が本来の給料よりも、高くなる時がありましたよ、時間外よりもね。まあそんな無茶なことやってましたわ。まあ、今の安倍さんのあれからいくと、もうマスコミの人たちは仕事ができない、儲からない、マスコミもね、まあそんなことになるんじゃないかなと思いますね。時間外がやってるから、しかもその一日の時間が土日の休みの時にも出勤ですよ、だからテレビのディレクターなんかになった時には、スポーツ担当でなくても日曜日のスポーツイベントはありますわに、から特番とかね、ラジオもそうですけど、高校野球なんか始まったら日曜日も土曜日も関係なしで、応援に行かなきゃなりませんしね、もうめちゃくちゃなまあ仕事をしていたということでございますね。まあそれはそれを置いといて、諸口明のフレッシュモーニング、これ諸口さんがね実はね書かれた、まあ、本なんですよ。で諸口さんはですね、一人で年間通じてやっておられたんでね、夏休みになりますとね、このベトナムに毎年秘書に行かれるんですね。でベトナムのいろんなね、このフエホーチミンとかね、まあそれもいろいろ行かれるんですけど、これ多分ねベトナムの農村風景とかね、それから何とも言えないそのベトナムの街はね、今はだいぶ変わりましたけどね、何年か前に行きましたけど、そういう風景はなくなってですね、まあ、そういう風景というのは、まあ、ベトナムですね。ベトナムの町はですね、まあ、特にホーチミン、南の方ですね、南ベトナム。もう皆さんご存知のように、もう単車がですね、その単車もホンダのね、あの単車ですよ。50cc か 60cc、70cc ぐらいのね。それがとにかくもう信号が変われば、ブワーッと数百台の単車がですね、ブワーッと町の中にこう体を成してね、行くという。でそれを乗ってる人もね、お父ちゃんとお母ちゃんと、で子供がそのハンドルの前に立ってね、で5人家族の場合はね、後ろに、まあ、子供2人ねこうガーッ捕まらしてね、
お母ちゃんの後ろに捕まらして、でさらにあんたあの前に立てますわな、あのホンダ の, あのスーパーカブはね。でそれでも乗れへんたらハンドルの上に子供が上に乗って前向いてあの乗っとるんですよ。そらもう恐ろしい国でしたわ、あそこ。それがもうもう満員でブワーッと信号が変わると行くというね。まあそこへねこの諸岡明さんが、まあ、秘書に出かけられててね。で秘書に出かけられててももうそのなんていうのかな、あの仕事をやってもらわないかんからね、あのそれであの国際電話をつなげましてね、現在のベトナムの状況はどれになってますかという話ですよ、国際電話つないでね、その国際電話がつながるかつながらないか、それがまた難しいね。だからあそこのね有名なホテルやったら電話がつながるんですよ。でそこへ電話つないでですね、あるいはベトナムの他には香港ですね、香港も行かれてました。こういう絵柄をね描かれてるんですね。で古典なんかもされましてね、私もこのベトナムのフエ行きましたし、ホーチミンも行きましたし、フエなんかはあの皆さんご存知だと思うんですけど、堺の商人がですねこのベトナムのこの、シルクロードと言われるところのねフエというところに行ってですね、まあ華僑の人たちですかね、日本人街というのがございましてね、それを見に行きましたけどね。だから観光客も日本人がまあまあ来てるんですけど、まあ貧しいところでございますね。で、日本人が作ったという、まあ、橋がございましてね、その橋のところへもまあ見に行きましたけど、まあホーチミンというのはあのフランス領なんですね。だからあのフランス料理なんですね。中華料理よりもフランス料理が有名でしてね、だからフランスの名前の、地名が多いのかな。まあそんなことでしてね、ただベトナムのまだ私ら行った頃はベトナムのその、記念館というのかな、あのヘリコプターのもうちぎれたやつとかですね、それからあの大砲の弾とかね、それに一番有名なのがあのホーチミンのあれ何でしたかな、あのベトコンが難儀したという、地下にベトナム人が生活してたわけですね、ジャングルのね。で地下、まあ、2階から3階が多いんですけど、それが結局アメリカ人は体がでかいのでね、あのギリギリの穴を作ってますので入ってくることはできなかったんですよ。でしかも煙をあのご飯を炊いたりするのに煙が出るでしょ、煙が出ないようにね、まあ、工夫してるというね。で出入りも川の方から、その防空壕にの生活してるところに、生活するというね、まあ、そういう川に潜ってそこへ入っていくというね、まあ、そういうところでベトナム戦争が、まあ、戦われていたという場所を見に行きました。でその防空壕の、まあ、防空壕というのもそこでまあ生活してたんでしょうね、ベトナム戦争の頃はね。で司令室とかねそういうのがありましたですけどね。ですぐ横にはもうボーンともう5メーターほど穴の開いてる大砲が落ちてですね、5メーターの穴開いてる跡とかね、そういうのがございましたし、まあ、そういうところを見たりしてですね、それとホーチミンの町の中はね、市場があるんですね、でっかい市場がね、そこの市場が、まあ、一番面白いということでですね、案内してくれるんですけど、すごい人なんですよ、もう歩けない、うん、あそれであの現地添乗員がね、バッグを後ろにこうなんていうの、あのかけてる人は前でバッグをこう前でこうバッグを持ってください、なんでのそうなんや、すられるから、えすられる、こんなことしていくんですよ。でも市場の中はもういっぱい、もう歩けない、もうちょっとずつしか入れない、そんなところをね、まあ見に行きましたね。でね、そこは狭いところで、大きいところはまあもうちょっと歩けるんですよ、手で持って歩けっていうんだね。それとかね、もうまだ貧しかったんでね、子供がですね時計売りに来るんですわ、1000円1000円って言って、
こういうふうな、こう首からこうぶら下げてこんなやるのあるでしょ、あの東南アジア行くと。こういう時がいっぱい並んでし、1,000円って1,000円です。何でも1,000円ですわ、土産物は。何でも1,000円。1,000円やったら日本人ね、あの安いので、現地の金で1,000円言うたら高い金なんですけど、時計ですよ、時計とかいろんなね、まあ、宝石、まあ宝石も嘘の宝石でしょうけど、宝石類とかね、1,000円です、1,000円。あのちょっと買いましたけどね、かわいそうやから子供がね、もうずっとくっついてくるんですよ。ホテルまでくっついてきますもん、ホテルの中まで来ますよ。1,000円かわいそうでね、もう買ったげんと、あの買ったことを覚えてますけどね。まあすごいとこですね。でその後、まあ、20年か30年前だったかな、まあ30年前だったかな、まあ、ホーチミン見てないんで、ホーチミンも行こうかということで、ホーチミン行った時に、あの帰りに、そのホーチミンじゃないか、上ハノイか、ハノイですかね、北は、北はベトナム、ハノイ行った帰りにホーチミンでから、あの国際空港がそこにあるので、必ず寄らないかんから、そこも久しぶりに行きましたらね、もう変わりましたね、ベトナムもね、南ベトナムもコロッと変わりましたわ。フエは変わってませんわ、フエはね、フエはね、あのラオスとかああいうところからも近いんですね、国境がね。だから少数民族の人たちなんかが、その山岳少数民族がベトナムとかラオスとかタイに、まあ、いらっしゃってね。ですから、あのヒンドゥー教の寺院がございましたね、フエには、ね、ヒンドゥー教の、こんな弾痕と女根がこう入ったボーッとこんなでっかいやつね、そんなのがいっぱいあって、フエにそういう町があったというのは、カンボジアのすぐ近くです、国境沿いになりますからね。まあそんなことでね、アホなことばっかり言ってますけどね、安いところばっかりね。それでね、これ実はあのこのなんていうのかな、この新約聖書とね、旧約聖書、私あの真言密教なんでね、この新約聖書と旧約聖書の区別がまあ分からなくってね、宇野正美さんとかね、それからこのキリストの関係なんかはですね、 YouTube の、 あの久保さんという方が YouTube で日本とユダヤの関係とかね、いうのをたくさん挙げてありますわ。もう 2,30、 最近どんどん増えて30以上あるんちゃいますかね。まあ15ぐらい見たんですけどね、まあ、同じことばっかり言ってはるからね。で結局ね、この私が言ってる日本は世界文明の発祥地というのはあの方はご存知ないんでね、イスラエルの人たちは日本人なんですよね。日本から行ってイスラエルの国ができたわけですよ。それご存じないんで、あらシュメールへ行って、シュメールの草笛形文字ができたのもカタカナですから、シュメールから日本にまあ渡来してきたというんですけど、渡来ではないんですね、里帰りしてきたわけですよ、うん、その辺がこの宇野さんが言っておられる説は間違ってると私は断言できます。ご存じないんですね、あれは。知っててもそういうことは言えないんですね、クリスチャンはね。だからその元日本人、要するに、だからこれね、私長いことわからなかった。皆さんも、日中同祖論とかね、あのいろんな人たちが来てという話は聞いておられると思うんですけど、このスファラディのこのユダヤ人とね、それからアシュケナジーのユダヤ人とね、これいろいろこう言われるわけですよ。で私はもう白人の偽ユダヤ人といつも言ってるんですよ、つまり迫害をしたり何かするのは白人の偽ユダヤ人で、それら人たちがイスラエルにいた人民をですね、全部迫害してですね、追っ払った。で本来日本人と、我々日本人はですね、戦いを望まなかった人間でございましたのでね、だから十二種族の十種族と二種族の分かれて、まあどないなったのか詳しくは分からないんですけど、それらの人たちが十二種族全部がですね、シルコロードを伝って、あるいはまあインド洋を伝ってですね、マラッカ海峡を経由してやってきた、あれは
そのインドを経由してですね、チベットを経由して、日本に逃げ帰ってきた人たちがですね、まあ、原始キリスト教信者と私言ってるんですけど、つまり本来の本当のユダヤ人は黄色人種なんですよ。ですからイエスもモーセも黄色人種なんです。元日本人なんです。これ皆さんご存知ね、クリスチャンは一切言いませんから。これが大事なんで、これが分からなかったら日本の歴史、世界の歴史は全然分かりません。いくらいろんな本を読んでもその区別ができなかったら分からないんです。でしかも今現在この地球上でいろんなことが起こってます。例えば、イスラムの人たちが、まあ、迫害を受けてとかね、なんとかラビンというのがなんかしたとかね、それでベトナムの湾岸戦争が行われたとかね、それから日本は3.11 で、津波を起こされたとかね、言っててもこの区別が分からなかったらなぜそんなことが起こるのかは分からないです。分かる人はね、まあこの日中同祖論だけではね理解できないと思いますね。つまりね、これ宇野さんが明確にまあ答えておられるんですよ。宇野正美さんという方がね、 YouTube をご覧になっていただいたら分かると思うんですけど、まあ、あの方は日本とユダヤの関係について詳しくね、もう毎日のように、更新したりですね、あるいは、各地に講演会やったりお話されてますんで、私それもう10年来聞いてますね。で現在も新しい情報が入ればですね、ただ半年遅れぐらいでね YouTube 出るようになりましたんでね、最近、過去は5年ほど前はそんなことなかったんですけどね。だから DVD で売ろうという、まあ、魂胆でね、まあ、そういう人たちが乗り込んできてやったもんですから、リアルタイム、あれはもうすぐに1ヶ月遅れぐらいではもう見れなくなったんですね。だから DVD で見るにしても1ヶ月ないし2ヶ月遅れて、まあ、されるので、会場行かないと最新情報わからないというような時代になってまいりました。まあこのね、つまり何を言いたいかと言いますとね、今皆さんが迫害を受けてる、あるいはいろんなことが行われてるというのがね、まあ、このアメリカの白人のですね、まあ、偽ユダヤですね。つまりこの偽ユダヤというのは私がまあ知り得る範囲ですよ、まあ、いろんな人たちもいらっしゃると思うんでわからないんですけど、ロシアの南の方、下の方にあるですね、カスピ海とか黒海とかありますね、その間にですねから出てきた白人でございますね。それがどうやら、そのユダヤと名乗ってですね、アシュケナージというのがね、アシュケナージとスファラジの区別がもうちょっとわからないんですけど、私も偽ユダヤといった、白人の偽ユダヤといったら一遍わかると思うんですね。それらがアメリカのまあ上層部に、まあ、ロシアルドとかですね、それからいろんな人やりますね、大金持ち、それにつながって日本の皇室、またそれにつながって日本の政治を動かしている方、トップのグループですね。まあそれから政治を動かしている人のまたつながって、三菱住友という大手のグループですね。まあそれらがグループと、白人であっても一般の白人の人たちはそういうグループに入ってない人もまあいらっしゃるわけですね。それらの人たちはユダヤ人と言わないんですね。純粋の白人じゃないかなと思うんですね。で、その中でもまあヨーロッパになってきますとね、これまたもうややこしい、ローマカトリックですかね。で、ローマから分かれて、イギリスに行った人たち、今現在で言いますと、女性のね、王やりますわな、エリザベス。あの方が白人の偽ユダヤに当たるんじゃないかなと、私は分からないんだけど、それがアメリカの白人の偽ユダヤ、アシュケナージとこうつながってるんじゃないかなと言われたわけですね。そのイギリスがですね、実は今ヨーロッパ連合から EU から外れますね。ヨーロッパ EU から外れることになりますね。これで、世界のまあ、歴史がですね変わるのではないかなと言われてるんですね。で、
アメリカの今大統領は、トランプですね。トランプ占いをするこのトランプ、私占いで覚えてるんですよ。トランプ出てこないから占いをするトランプ、このトランプ、まあ3と言った方がいいんじゃないかな。今までのアメリカの大統領とは違う毛色の人が出てきた。過去で言えば あれ誰ですか、あれは殺された人ね、ケネディね。でケネディと親しい女性の俳優、ハリウッドで有名なマリリン・モンロー、皆さんマリリン・モンロー、若い人は知らないかもしれませんな。マリリン・モンローが有名になったのはアメリカのハリウッドですわね。ハリウッド皆さん行かれましたか。ハリウッドというともうでかいホテルがあるんです、たくさん、もう連立して、もう道路の両側にね、もう一つのホテルから次のホテルへ行くのに20分から30分歩いたらかかるんです。そのぐらいもうでかいホテルですわ。そのホテルの1階にカジノがあるんです。チンジャラジャラバンバンとなんかやってますわ。まあ入ることはできるんですけど、まあ日本人もまあやることできるんですけど、まあ日本人やってる人はほとんど少ないね、そんなね。で、奥へ行くと映画館があったりね、あれは映画がやってなければショーですね、ショー。マリリン・モンローなんかこう歌ったりね、歌謡ショー、日本では歌謡ショーね、ミュージカルとかね。ですごいですよ、あそこは。もう私びっくりしましたわ。アメリカ中のどでかいすごいとこやなと思って、私全然そんなもん勉強せずに行きましたからね。なね、摩天楼があるんですよ。バリじゃないから、パリの摩天楼、どれの摩天楼がある。ちょっとエレベーターってボーッと登るんですよ、摩天楼。まああんなでかいことないですけどね、まあ何分の5分の1か4分の1か3分の1か、そうか思ったらね、ピラミッドのホテルがあるんですよ。ピラミッド型のホテルが、ピラミッド、あ、でそこにね、博物館、博物館はね、エジプトの博物館と同じような博物館がねあるんですよ。だからミイラはなかったかな、ツタンカーメンとかね、それから王家の王様の像とかね、もう規模が違いますね、あそこはね。もう日本では考えられない、超豪華ですわ。ホテルからホテルへ行くのに20分から30分歩かんと次のホテル行けないところに両側にあるわけです。でもう一つはね、私行ったのはなんとかホテルか、ちょっと名前忘れましたけどね、アメリカのね古い時代の車を展示してあるところがあるね。もう100台ぐらい置いてあるかな、でかい、もうごつい車。そうか思ったら、こんな映画に出てくるようなね、あれとかね、それで金取るようですよ。まあさらにはイタリアのベニスね、もうそいあれ ベニスホテルかな、ベネチアホテルかな、分からんですけど、パッと道路から入るでしょ。なら池があってね、そこにゴンドラに乗れるんですよ。ゴンドラでもイタリアのベニス行ったら、ゴンドラで歌いますわな。アモレアモレアアモレじゃないからな、なんとかとか歌ってくれるんですよ。ベニス行かれた人は分かると思うんですけど、こんな橋があってね、橋も作ってあるんですよ、橋の間をね。でそれだけで終わりかなと思って中入るとね、またね、これまたすごいことしてあるんですよ。もう2階か3階がもうぶっ通しになってんのかな。でぐわーっともう広いんですよ、中入るんで。そう上の方行くとね、この建物の中なんですけど、スクリーンプロセスっていうのかな、空が映ってるの、空が、ああ。で土産物屋が両側にありましてね、でカフェテリアとかいうのがね、湖が堀があるんですよ、ベニスの川のように。でその横でこうお茶飲んだりできるようになってるというね。そこに音楽が流れてたりね、まあ室内、まさにあの風景はベニスに行ったような雰囲気になる。
まあ、そんなホテルがあったりに、映画館もあって、映画はほとんど見てなかったんですけど、うん、もう一つマクドナルド、うん、マクドナルドの店があったんで、っかいこんなね、マクドナルド、日本のあるマークと一緒ですわ、でっかい、もう遠くからね、100メーター200メーター先でもあの看板がね、もうどでかいどでかいがあるから見えるんです、マクドナルド。あんな特にマクドナルドがあるぞ、そこまで、まあ、というか歩こうか、歩くまで1時間かかるんですよ。でね、まあくたくたになってね、でもう夕方ですわ、たどり着いたのが、で、サーカス、サーカスっていうのもありましたかね、サーカス、サーカス、サーカスをやるんですよ。1日に5回ぐらい、ホテルの中、ホテルですよ、ホテルのロビーの中、ホテルのロビーはそのゲームをする、要するにあのあれじゃないですか、爆打ちをする、ドンジャレジャラとかね、カッカッカンとか打つとかね、でサーカスもやってるところもあります。全部回ってきました。でね、何話してたやな、ホテルの中、ホテルの中ね、ホテルの中にはマリリン・モンローや、マリリン・モンローの話は、マリリン・モンローから突然そんな予定してなかったのにね、ラスベガス、ラスベガスにの話になってしまったんですけど、マリリン・モンローがそのでかい、ホテルのその、劇場でですね、有名になったんです。マリリン、そこはそこで有名になった。でケネディとも知り合ってね、ケネディの愛人だったという、まあ、話もあって、あまりにも親しくなったので、いろんなことが分かりだしたので、まあ、マリリン・モンローもまあ殺されたと。ちょうどイギリスのエリザベスの、あれ誰でしたかな、有名な日本にも来た女性、ダイアナ、ダイアナ、ダイアナもまあ同じような運命ですね、交通事故で亡くなったと言われてますが、まあ、交通事故で亡くなったんではなしに、いろんなことを知り出したから、具合悪いということで、という話も出てますね、 YouTube なんかで述べられてますんでね。だニクソンの、ニクソンだったかな、ケネディ大統領の、そのラスベガスで有名になった、どれでしたかな、今言うたマリリン・モンローもなんかどうやらケネディがどっかで銃で撃たれたように、まあ、亡くなったと言われてますね。皆さんご存知ですか、多分ご存知じゃないと思うんですけどね。そのケネディですよ、ケネディで、オズワルドがもう高いなんか上のビルからねバーンと撃ったと言うんですけど、弾が後ろにからは当たってないっていうんでね、検視の結果前から当たってる、バーン前から弾が、致命傷は向こうの陸橋の上から撃ったんちゃうかという話で、あらこっちの方から斜めにこう撃ったからバーンと、ちょっと丘があってね、もう言ってたんだけど、なんかどうやら最近、嘘か本当か知らんけど、運転手が後ろ向きにバーンと撃ったという話ですわ。嘘か本当か知らんけど、運転手がピストルで至近距離から、だからバーン後ろからバーン横からバーンでしょ、バーンでしょ、あれ5発バーンバーン言って、その間に運転手がバーンとこう、運転手が後ろ目がけて撃ったんじゃないかなと、こういうことが言われてますね。恐ろしい国ですね、アメリカは。世界の警察ですから、銃を所持しててもいいわけですよ。だからあの時はだいぶ手抜きになってたみたいですね。本来後ろから白バイ隊がボーッと来るのをなんかつけさせてなかったとかね、あるいは本来予定してた道のところ行かずにぐるっとこう回っていったからという話もあるしね。まあ、アメリカも行きたくないですな。もうアメリカのね、食べ物、皆さん食べられたことありますか。私そのラスベガスから次行ったのがね、西部劇で有名な場所ですわ。そこ行く途中に昼食のレストランが入った。こんなブロイラね、サンフランシスコブロイラ、硬いブロイラで、誰かこうね、ナイフで切ってもね、切れないんですよ、そのぐらい硬い。なんか食べてんのかな、誰も食べてないわ。でもあんなもん一切れ食べたけど、硬うて味はもう食べられへん。でパンだけ食べました、このパンだけ
あとはもう何にも食べない。美味しくない。まあ、あんなの食べてんねアメリカ人ね。肉もそうですよ。肉ね。日本のあんなあんたあんな美味しい肉ないですよ。肉。まあハワイへ行って肉食べましたけどね。まあハワイの肉はまあまあかもしれません。オーストラリア産かもしれませんね。まあだから私アメリカ行ったら食べ物がないからね困るんですよ。インド行っても食べ物ないんですよ。インドはあれなんですかね。インドはナムトカレーですわカレー、うん、でカレーなんですけどね日本のあんなハウスバーモントカレーのそんなんじゃないんですよ。でもねあそこは全部カレー味ですわ。何食べてもカレー味。もうね1日半は食べられます。それ以降もう2日目になったらねこう犬がこうするでしょ。でもふっとこう向くでしょ。もうあれなんですよ。もう料理出たらもう重い。インドね10日間ブッダが通ったところ行ったところ全部回ってまいりました。でこんなねディーゼルの車ですわ。世界一のなんか自動車会社らしいんですけどね。あれなんて言ったかな名前忘れましたけどね、もう動かないんですよ。早う走ってほしいのに、トン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 しか動かないんですよ。もうね普通の50キロぐらいになるまでね5分以上かかるんですよ。でトン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 なるまで5分かかる。動かへん。信号で止まるでしょ。動かへん。トントントン。踏切来るでしょ。バーンと遮断機降りじゃないですか。遮断機。ね。20分から30分待たんと列車は来ないんですよ。20分も30分も列車来なかったら向こうの車とこっちの車でずらーず数キロにわたって10キロぐらい並びますわ。で並んでスッと行くのかなと思ったらね行かない。乗用車なんかはね反対車線の方にブワーッと来るんで向こうもブワーッと来るわけ。こっちもブワーッと乗用車来るわけや。ブワーッと両方とももう車内機が上がっても動かないわけや。踏切でもうこんなんやシーソーゲームや。両方とも行かれへん。アホやあんなもん。え？ほんまにもう、もうとんでもない。だからものすごい時間かかるんですよ。バラナシからね、ブッダが悟りを開いたルンビニ違う、ルンビニは違うね。ブッダがや、ブッダがや、ブッダが行くのものすごい時間かかるね。でまたね走り出したなあ思ったらね。ごっついもうタイガーですよ。タイガーね。でその橋がねもういっぱいなんですよ。それで何しとんのかな動かへんわけや。全然動かへんて。その前から橋に乗っかる前から、あナーランジャ川かな、なんかもうすごいタイガーなインドはね。でも何しとんのかなって向こうからも車来えへんしこっちからも車来えへんし、向こうからこっちから行かれへんだと向こうから車来るはずやんです。行かれへん。ど真ん中のところでね、大型トラックの運転手頭抱えてこう座っとんですよ。なんかあったと思います？事故ではない。大きなトラックのね、このシャフトがあるでしょ。シャフトで、ね、後ろがこう車が回るようになってますやんか。そのシャフトが折れとんねん。シャフトが折れとるからそんなもん直されへんがインド。そんなもん止まったままや。片車線ボーンと乗ったまま片方で向こうこっち向こうこっちでトラックが行くでしょ。トラックが行こうとなったらもう向こう行かれへんやろ。向こうからまた来るやろ先の踏切のありじゃないけど、どんどん行こうとするやん。余計動かへん。だからねあれ多分ねブッダガヤ行く観光のツアーはねないんですよ。ないに一生懸命探したけどなかった。飛行機も飛ばない。そこは飛んでない、うん、まあそれでね私ブログに書いたんですよ、うん、日本人行きたいたくさんおるのに、うん、飛行機飛ばすなりしたらどうやねんと、うん、道路事情はなんとかせえできへんかと、うん、で書いたらね、ほなね2年後ぐらいやったかな、飛行機が行くようになったっちゅうね。飛行機行くバラナシーからデリーからね、うん、ああだから
そのブッダガヤ行っても日本人なんかおらん誰も、うん、でしかもねあそこはね暑い、うん、私何もそんな夏の暑いとビッタわけだからもう赤道直下ないねあそこね。だからねもうね12時か11時過ぎる頃になったら誰も街に歩いてない、うん、暑いから、もう1時間もおられん現地の人がおられへんねんから、うん、でそこ のお兄ちゃんにねおって、うんうん、あなた日本人って言うからね、お、うん、日本語話せんの、うん、オッケーオッケー、なんでやねん、いや私清と行った、清と、うんうん、私京都や、え京都、あんた京都か、京都や、京都行って営業で行ってんねん、いやほんなあんたねちょっと私行きたいとこがあんねんけどね、先日タクシーに乗ってね、その父がいの、ブッダがもう倒れてね、村の女性からの父をいただいてね、で生き返ったという場所を見に行きたいんだけど、その近くまで行ったんやけど、犬に吠えられるわ、近所の人に聞いてもわからんわ誰も知らん、タクシーの運転手も知らんって言うわけや、タクシーの運転手は現地へ行っても現地をこの辺やめて地名見せても周りの人が知らんって言うわけや、でそのブッダが現地の女性からもう物も食べずにもうガリガリになってなった時にその村の女性のお乳をもらってね生き返ったという場所がある、その祠があるから、祠がそこ行きたいんやけど、その日本語をしゃべる男の子が「あ知ってますよ、え知ってんの、それとねブッダが悟りを開いた場所も行きたいね、あ悟りを開いた場所ね、うん、まあ知ってますけどね、今はちょっと時間は無理ですわ、この時間は無理です、4時になったらねここへまた来てください、それまで昼寝しといてください、何言うとんのかな分からへんね、4時までって、で4時頃になったらねちょっと帳が降りるね太陽のね、うんうん、でそのナーランジャ川というものでごっつい川があるんですけど水一滴もない、でそこをねもう橋まで行かずにそこをブーッと単車で走る、単車の後ろに盗もうってブーッと走っていくんだよでそのそこのね父がいのあるところとそれとブッダが悟りを開いた場所連れて行っていただいて、ならねその父がいをいただいた場所行ったんやけど、もうね犬が3匹4匹うわわわわわぶわーっと近づいてきょんね、恐ろしいね怖いわそんな近所の人がね出てきてね何事やってなもんや、そんだけ吠えることないわけや、近所に住んでる人だとその吠えへんも、どないしたんや言うてね、いや実はこうこうこうでそこ行きたいんやって、分かったんな、まあ、ちょっと待てって言って犬をね、まあ、くくくくってね、でそのそこまで連れて行っていただいた、鍵を他の人が持ってるからちょっともうちょっと待ってくれって鍵を開けていただいてね、まあ、そこはなんとか乗り越えてね、次はそのお釈迦さんが悟りを開いた場所へ、悟りを開いた場所へ行かへんとあかへんか、誰も知らんねえ、タクシーも知らんし誰も行ってない、私が初めてだと思いますよ、父がいのとこも知らん、写真も載ってないし、ほならねもうあだゴーンゴーンって音をしだしてきて、周り見るんやけどそんな金なんかあらへんや、うん、え金だったら遠くからゴーンとゴーン、おかしいな、で連れてきてもらった人にね、うん、ちょっと今金の音がねゴーンゴーンって聞こえるんだけど、え金の音、いやそんなもん聞こえませんで、ゴーンって聞こえるんですけどね、変な箇所ってね、いや私一応聞こえるんですわ、もう耳鳴りですかねとか言うてね、結局原因が分からず、もう遠くにそんなもん寺院ないもん、バーッと広いもう中国のあの大草原の中ですからね、
でまあとにかくまあそこ見たから、で写真があるんで写真を用意しようかなと思ってたんですけど、その写真がねもうどこに行ったか分かんないんですよ。で今家の中整理整頓してましてね、この9月のサミット終わってからもうな 9月の8日からですから10、11、12、14ヶ月家の中もう整理整頓しましてねやってるんですけど、どこにあるか分からへんから、多分あの時はフィルムで行かずにビデオで撮ったのかなと思ったりしてるんですけど、その場所が見つからへんので、ちょっと今日それをあの私が嘘を言ってるとみんな思うでしょ。嘘を言ってない、写真を撮ったんですよ、写真を。その写真がないんですよ。でこれ今アルバムここまあこういっぱいあるんですけど、こうアルバムね今ねもう撮影してきたままの状態でね、ホルダーに入れてね、入れてやってますんでね。それで今このアルバムね、ここにもまあアルバムあるんですけど、このアルバムに貼り付けてるんですよ。こんな小さなアルバムの現像上がったままになってるから、もうこんなもう山ほどあります。こう山ほどあるんです。それではどれが必要な時出てこないから、例えば整理整頓しないかと、本もこの4、5というシリーズをまあ書いてましたんで、その資料とか本とかがもう今でも、もう足場がそろそろなくなってくる、 足の置くところがなくなるぐらい、まだこの話をするためにいろんな資料を出してきたんでね、分からなくなってきてるんですけど、まあそんなことでね、まあ、なんでこんなにインドの話になったんやな。キリストの話だったんですな、キリストの。で、旧約聖書でユダヤのね、あの聖地も行きました。で前回あのエルサレムのそのエルサレムの、あれ聖地は何だったかな、エルサレムか聖地は、イスラエルのエルサレム、エルサレムは聖地ですな。で聖地の話をしましたわね。で、そこからガリラヤ湖の方へ行ったんです。ガリラヤ湖、ガリラヤ湖を言うとも皆さんわからない、私もわからへんだけど、わからなりに行ったんですけど、ガリラヤ湖、そこでなんかこんな淡水魚を食べられるからね、そう昼食に、まあ、それ楽しみに行ったんですけど、まあ、遠いです。アイスラエルもずっとどん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 北へ行ってね、もうシリアのすぐ近くまで。でガイドが言うんですよ、ここ今ねこのちょっと高いところも上がってきましたけど、ここから向こうがそのシリアのあれになりますから、あの鉄条網のあそこに触れたら死にますから、絶対触れないでください。恐ろしいとこです。ああ電流が流れと、でこっち側だけ見といてください、ね、遠くにガリラヤ湖があってね、でこの後ガリラヤ湖 の観光しますから、でガリラヤ湖の観光する手前でそのガリラヤ湖の魚をね食べさせてもらったんですけどね、まああんまりそんなうまくはないなかったけど、まあなんとか何でもええから食べないと、あの日本のそういう鯉のようなね、あんな美味しい味じゃないですね、ひらのような味でもないしね、なんかもうわからんような味でしたわ。まあで食べてね、でずっと私早く食べたんで外側の風景も撮りたいなと思ってピューッとカメラ持って出たらね、真っ黒の黒人がね来てるんですね。黒人、多分あれアフリカからの観光客じゃないかな。もうにぎやかですよ、アフリカの人は。うわ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 、もうロビーロあの出た瞬間にうわ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 言ってね、お前どっから来たんや、時間じゃ、お前俺使ってるやーいって言ってね、おおジャパンジャパン、おおジャパンか、おお握手してね、もう遅い陽気ですわ。あんた天井にびっくりしてね、なんかすぐ帰ってけへんから、あんた迎えに来てくれたんや、天井に。でその後船に乗ってね、で行ったんで、船もその私はちょっとゆっくりしてたんで、船もその学人と同じ人が同じ時間帯ぐらいに発車してるんですよ。だ向こうはねもうかなりもう 100m 以上離れてるんで、うわーって聞こえてくんでね、あら私は静かでね、トン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 ってね。ならね、鳥がねもうものすごいやってくるんですよ。鳥が、船が出るともうブワー、鳥がもう旋回するんです、上を。でブワーと近くに飛んできてね、肩に止まるよ、鳥が肩に、頭の上に鳥がバーッと止まるよ。ああ
で、なんかあの豆みたいなそんなんがあったらね、あげていただいたら危害は加えませんから、でも甲板のところにバーッとばらまいてね、でやってましたけどね。すごいな。あで 船でもうだから そういうのやらないようになったら、今度は船が通ってる後ろの水がバーッとこうすぐにかき混ぜるでしょ。かき混ぜた時にまた魚がまた浮いてくるのかな、お魚が。そこをまたブワーブワーブワーと潜ってね食べてましたわ、ガリラヤコ。まあ、あのガリラヤコとガリラヤコの数箇所の教会で、ここはイエス様がね布教したところでございます。ここがイエスが沐浴したところでございます。海岸のところでね、まあ、誰か入られますかって言ってね、沐浴は裸にならんダメなんですよって言って、えとかね、まあ、足だけ使っときましょうかねっていうことでね、ここから見える風景がねイエスがこう布教したその場所に当たりますって言ってね、で、あ、そうですか、何も分からへんのに、宗教のことも何も分からへんのに、旧約聖書も新約聖書も分からへんのに、まあ、エルサレムというのはこれね、ここでさ、エルサレムね、エルサレム、エルシャローム、このエルサレムの町がね、実は京都市内、エルシャロームちね、京都の市内、エルシャローム、まさにエルサレムの町なんです、京都市内は。これ皆さんご存じないね。その程度で終わってみましょうか。私もあまりわからない。で、この向こうにね、パパできた。あ、もうなんかね、ビデオがもう終わるいう話なんでね、これがあのこっからこのエルサレムを遠巻きに見るようになってるんですね。で、私が行く、まあ、半年の前までここ打ち合いしとったら、ドーンドーンと打ち合いでね、あの上から眺めてドーン落とすが、みんなこうしてね、観光客がね、このエルサレムの街をね、まあ、見ていたというところでございますね。まあ、もうまく終わりですかね。まあ、そんなことで、この辺でちょっと終わって、また続きを、エルサレムの続きをね、また。